青信号守って偉かったねってボコボコにされるっていうね。ほい、じゃあちょっとアユナの方に切り替えた件、調子堂に戻ろうってなっとるね。調子堂、調子堂、あ、こっちか。おし、びっくりした、一瞬何がついてきよんかと思った。ウサピョンか。ケータの方で見慣れてしまったけん、なんかちょっと黄色い物体が、何あれ、なんか行き止まりみたいになっとるとこあるね。あれは通れん場所ってこと？行き止まりかな。お、来たぞ、調子堂。思ったより近かった。ほい、ただいま。さすらい草の大家はもう大丈夫だよ。私が大家さんに取り付いたばかりにご迷惑をおかけしてすみません。そっか、こっちに箱おるんよね。まあ分かればいいんだ。これからは気をつけるこった。はい、よしよし。お前さんたちよくやってくれたな。ハクもしっかり反省してるようだし。それじゃあ約束通りオッチランクを上げてやろう。お、やったね。でもやっぱりケイタの方のネコロンブスの方が可愛いと思うわけですよ。ねえ、こっちのハクよりも。今からか。なんかケイタの方でも思ったけどさ、なんなんあの間は。お、できた？できたかい？妖怪ウォッチのランクが D ランクになった。イエーイ。ありがとう。おー、ありがとうおじさん。やったのに。これで探偵もやりやすくなるだにね。ん？探偵？そうなんです。実は。笑い方が気持ち悪い。ほう、なるほどな。なかなか面白そうじゃないか。そういや、事件といえば、なんかあった？最近、青葉原でおかしな現象が起きるという噂だ。何？おかしな現象、何か？そうだ。なんでもアニメのキャラクターに出会ったりするそうなんだ。何それ、すげえやん。夢のようじゃない。何？それはなかなかアンビリーバボーな現象だにね。おや？え？そうかな？だってそれってコスプレイヤーじゃない？青葉ならいてもおかしくないけど。コス、ん？なんだそれは。とにかく、鬼時間が発生したのと何か関係してるのかもしらねえな。なるほど。いいでしょう。その依頼引き受けます。よーし。と言いましても、まずは情報収集だね。やるなに。それならミーに任せるだによ。お知らせッターで探しておくだに。お、来たぞ、久々のお知らせッター。ストーリーリンク発動だに。あ、またしろいあいつがお知らせッターでつぶやいてるだに。ウィスパーやね。ああ、あの紫唇の変な妖怪、どれどれ見せてごらん。めちゃくちゃな言われようなんですけど。ゾンビナイト、ほう。そんなもの起きるわけございません。前の中に目が覚めると変な事件が起きるだなんて。プププ、妄想が激しいにも程があるでウィス。あ、あん時言おったやつや、つぶやいてみるって言おったよね、そういえば。え、続きは？え、以上っすか？おや？夜になると事件が起きる。あ、なるほどなるほど、ストーリーなんね。ほっ。もしかして、夜の青葉に行けば事件の真相がわかるんじゃない？どういうつながりっすか？ほんとだに？でも、アイナの勘は今まで不思議と外れたことがないだに。すごいよね。じゃ、決まりだね。そうと決まれば、家に帰っていろいろ準備しなきゃ。いろいろ準備とは。家に帰って夜に出かける準備をしよう。家って結構遠くなかったっけ？そんなことないんかな。おう。は、クマじゃない？ほら。楽しい夏休みのはずなのに、なんかいまいちなんだよな。ケータ、早く帰ってこねえかな。あ、帰ってくるんや。なんかお姉さんにめっちゃ見られたけど。あ、ここクマの家やん。え、なに？ 1 ヶ月だけとかそういう感じ？期間限定っすか？なんだ、つまらん。もう一生のお別れなんかと思いよったやん。家は、あ、ちょっと待って、信号信号。危ない危ない。でっかい家やね。まあ、高級住宅街って言ったけん、そういうもんなんかな。ほい、到着。さ、久々にお家に帰ってきたよ。
いま。あのお兄さんいつもなんか締め出されとるよね。ほい、ただいま。ん、なんかびっくりした、妖怪がおるって思ったらウサピョンか。で、夜まで、夜になったら青葉原に行くだに。行くよ、行くよ。そのつもりだったんだけどさ、よく考えたら夜に出かけるなんてお母さんに怒られちゃうよね。そこはハクの出番でしょう。お、ほら。それでしたら、ぜひ私にお任せください。夜にお出かけされたいときは、私があなたに化けさせていただきます。ベッドで眠ったふりをしていますので、その心配はいらないと思います。お、そんなことできちゃうんだ。これで両方できるわけやね。でももう今日は、もうクタクタで夜に起きてられる自信ないな。私は人にいい夢を見せることで、その人の疲れを癒すこともできるのです。ですから少しお休みいただければ、疲れはきれいさっぱり取れます。え、めっちゃいいやん。ハグ来てくれんかな。え、でもあんな顔が、不気味だな。バー素敵。でも、お高いんでしょ？なんと、ただでございます。お、見返りもいらない。なんだに、そのノリは。一人だけついていけてない。いいね、ハグ、ノリノリやん。夜になるまで自分の部屋で休もう。そろそろ寝ようかな。いや、朝までしかないけど大丈夫なんか。まあ選択肢がないやけんしょうがないよね。てかベランダ広。天体望遠鏡とか置いとるし。お、なんかベッドの上の棚にもさ、ちっちゃい望遠鏡置いとるよね。星見るのが好きなんかな。おはようございます。よく眠れましたか？なんかすっごいスッキリだよ。それでは、後のことは私にお任せください。おお、いいね、いいね。うわ、変なの。目の前に私が寝てる。なんか、幽体離脱って感じじゃない？まあ、とりあえず、これで夜も自由に行動できるだにね。でもこれってさ、出て行きよるところを見つかったらどうなるの？ちょっと、ってなったのに部屋で寝よるってめっちゃ不気味やけど。それでは夜の青葉にいざ参らん。ゴーゴー。てか寝るの早くね、ハクねえ、めっちゃ早いよね。あ、ちゃんと妖怪反応なんやね。 お母さんと弟はあそこに。ほら、向かいの部屋でこんだけバタバタしよったら絶対バレるって思わん？どんだけ物音聞こえんのっていうね。まあ私の場合は一回寝たら犬が鳴こうだなんだろうが、絶対起きないけどね。雨降ってるし、マジか。あ、かわいいね、カッパ。一体どこへ行けばいいんだっけ？こっち川じゃね。秋葉原じゃない、青葉原。間違えた。実際の場所を言ってしまいよった。これはステージか。あ、このステージでなんか行われたりとかするんかな。よし。この時間も車とか通るんやろうか。お、ルールを守って良い子だな。俺と勝負するか？誰だ？わかんないけど、はい。うわ、なになに？怖い怖い怖い。誰？ルール守って、青鬼、なぜだ？なんでルール守ってんのに戦わなきゃいけないのよ。回せ回せー。あれ、ハク全然ベッドで寝てくれてないやん。めっちゃここおるんですけど、どういうことですか。ウサピョン、ウサピョン。え、速攻でやられたんだけど。待って、早くね。ねえ、だいぶ、ちょい、おい、マジで。え、ルールを守っていい子なのにめった打ちされるんだけど、どうしたらいいのこれ。ずるくないっすか。ルール守らなかった方が全然いいじゃん。いっけー、お滑りアイスリンク。なんかすげー久々に見た気がする。ほら、超弱いし意味わかんないじゃん。いけよ、迷い車。いやー、みんながことごとくやられていく。ほら、
ほら。しょんぼりだに。青信号ちゃんと渡ったんだから少しくらい手加減してくれてもいいだに。今の世の中そんなに甘くないってことっすね。どういうことだよ、どんな世の中だよ。とりあえず勝負は挑むなということだね。あ、この時間でも車通ってるね。なんかさ、あ、なんか落ちとる。ケータの方はね、なんかご褒美みたいな感じやったのに。10円ガム、落ちてるものを手に入れるな。なんか女の子の方が容赦ないね。青信号守って偉かったねってボッコボコにされるっていうね。そんな経験したことないよ。つらい。桜じ、青葉原までこれ何走っていくの？あ、なるほどね。駅だ、駅。てか、最寄りの駅ここ？ちょっ待ってね。最寄りの駅ここっすか？遠くね。ここまでは走ってこんといかんのや。電車に乗るには乗車券が必要です。買いますよ、買いますよ。一日乗車券。ほいほい。そして。てか今何時か全然知らんけどさ。次の日、響きの線桜中央行き普通列車。桜中央行きよね。確か。乗りまーす。普通列車、青葉原、うん、青葉。桜中央からの青葉やんね。オッケーオッケー。本日も響きの線をご利用いただき、すげえ、めっちゃ雨や。ありがとうございます。なんかウサピョンいつも楽しそうに見えるよね。お、なんだ、誰だ？なんかすごいでかいやつ来た。何？ミソロアイナさん、一人で電車旅の様子っと。おや？おお、オタケンじゃないっすか。誰？って、さっきなんか言ってた？ああ、私、人間観察が趣味なもので、ちょっとミソロさんのこと観察してました。人間観察、なかなか面白そう。電車というのはあらゆるタイプの人間の行動をチェックできる場所ですから。こういうところで小説のネタ集めなんかをやっていたりするんですよ。小説書きよ。なるほどね。小説を書くために人間観察。なんかそう聞くといいように聞こえるけど、めっちゃ怪しくね。ええ。とはいえ、勝手にミソラさんのことを観察していたのは失礼でしたね。お詫びの印にこれをどうぞ。え、なになに？おお、緑コインを手に入れた。マジか。やったー！これ集めてるんだよね。お、予想が当たりましたね。いやー、ミソラさんは多分こういうのありだろうなと思ってましたよ。お、おたけんすご。じゃあ、他のところへ観察できますので、私はこれで。バイバーイ。クラスメイトかなんかかな。てか、でかさな。この女の子二人分ぐらいあることない、横幅。あ、まもなく桜中央。桜中央駅に着いただに、ここで降りるだによ。乗り換えか。はい、到着。そして次の電車を待てばいいんかな。ん？さっきの電車は来た方向に戻ってったの？次の電車、中央快速線福宮行き快速列車ってことは違うね。この子は塾の帰りかなんかかな。夜遅いけど、この前電車の中でさよなら天使ちゃんを読んだの。もう涙が止まらなくて恥ずかしかったよ。電車の中で感動系は読んじゃダメね。さよなら天使ちゃんってアイテムなんか持っとった気がする。気のせいかな。なるほど、小説かなんかかな。電車に揺れるのが気持ちよくてついつい爆睡しちゃうんだよな。ん？渚行き、これか。これだこれだ。お兄さん、よだれ垂らさないようにね。じゃあこれに乗って行きます。多分これでいいはず。渚行き普通列車、これで青葉で降りればいいよね。本日もほらほらほら、次は青葉。やった、迷ってないよ私。中央線渚行き普通列車、次は青葉。なんかさ、
こういう電車の車掌さんとかってさ、みんな同じような喋り方することない？ああいう喋り方をするように訓練されるんかな。別にそういうわけじゃないんかな。青バーで降りますか。ほい。青葉じゃなくて青葉ね。なるほど。到着。え、カッパのまま電車に乗ってたの？めっちゃびしょびしょになるやん、確実に。こっち側でいいんかな。お、出れた出れた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。